しも君にもう一度会えるとしたらうまく言えんかな。いつかと同じ水彩の月の下でもまたその横慶應義塾大学4年生同期バンドあかりと申します。よろしくお願いいたします。1曲目にお送りした曲は畑基博さんの水彩の月という曲です。まだまだ思い通りにいかない不安な日々が続くと思いますが、私たちあかりの歌が皆さんの心の支えになってぬくもりを届けられたらいいなと思います。次にお送りする曲はキロロさんの生きてこそという曲です。聴いてください。ワン、ツー、スリー。
ありがとうございました。